それでは応援支店オープンです。どうぞ。はい、明確回答いたしました。この度大湾東土地改良区画整理土地区画整理地区大湾大型商業施設内に読谷村で、2店舗目となります沖縄海洋銀行大湾支店が、開店の日を迎えられ、このように盛大な祝賀会が、開催されますことに心からのお喜びを申し上げます。はい、たーい、皆様こんにちは。私ミス沖縄2017コバルトブルーの町田マーチと申します。この度は海邦銀行大湾支店様オープン誠におめでとうございます。私ミス沖縄もお祝いに参りました。今回の店舗開設を受けて読谷村ひいては沖縄全体が盛り上がりましたら大変嬉しく思います。本日は誠におめでとうございます。自己紹介をお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。沖縄海邦銀行の頭取の上地と申します。よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今回ですね、8月9日水曜日に待ちに待ったオープンということなんですけども、おめでとうございます。はい、こちらですね、会議大湾支店の特徴を教えていただけますか。はい、ありがとうございます。米軍用地の開放地に、3A のテナントの中にですね、新しくインストアブランチという形で、年末年始以外は365日、営業しているというのが一番特徴ですね。はい、何か店内を見回してますけども、なんかこのガラス張りのまた広々とした、それこそ今の若者にですね、受けるようなガラス張りの店舗ということで、ここ初めての試みで、綺麗な店舗を作らせていただきました。やっぱり三重の中に入るにはですね、それなりの若者を受けする、そしてお客様に満足いただけるような営業店を作らないといけないということで、今まで単独の営業店とはまた一歩変わったですね、店舗になっていると思いますね。また今回オープンにあたりまして、地域の皆様にどのように利用していただきたいですか。はい、ここ大湾地域も含めてですね、それから戸口、大きい、それから比者橋、そしてイラミナ、キナ、牧原、永田あたりのお客様ですね、住民の方々がたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひスーパーにですね、三重さんに買い物があってら、ぜひ立ち寄っていただければありがたいなと思っています。今回オープンにあたりまして、何か特別にキャンペーンとかあったりしますか。キャンペーンということではないんですけど、お越しいただいたお客様にですね、新店舗の記念品という形でいろいろ粗品を用意しておりますので、ぜひおいでいただければありがたいなと思っていますね。では最後になりますけども、ラジオそして映像をご覧になっている皆様へちょっと一言コメントいただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。ここ読谷の地にですね、高潮の方にあと1店舗ありますけど、あちらの店舗がもう50年前後になりますし、またここに読谷にですね、日本一の村に、2つ目の店舗を作らせていただけたことをですね、大変感謝申し上げたいと思いますし、地域の皆様に愛される店舗をですね、これからも公園の全力ですね、頑張っていきたいなと思っています。本日改めてオープン、おめでとうございます。ありがとうございました。はい、どうも大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。